こんにちは。動画撮っていこうと思います。まあね、ちょっと今回当たったギルドなんですけど、レートがちょっと高すぎて、ねえ、いやー、これだってね、バトル情報見たらもうほとんどギルメン負けてる。こんな負けることないからな、さすがに。多分ね、一勝できたらいいとこだと思ってます。いやー、さっき見てったんすけどね、左から右まで一応、本当に行きづらい。マジで。もうどこも交代級アタッカー入ってるような感じなんで。で、どこ行こうと思ってたんだっけな。一つだけ、ここ行こっかなと思ってたんだよね。これで、剥がして、下なんだよな。下を決めたいんですけど。ラグマが超速い感じなのかな。まあなあ。いつものあのパティしか多分いけねえかな。いけるとしたら、ね、多分可能性はこれが一番高いと思うな。ラグマがな、早すぎてスタン取られたらあれだけど、多分属性相性的にクロエにはスタン入んねえだろうな、多分。それをちょっと祈って。オッケーオッケー。ここはまず受けて、あれ、なんか今エフェクト表示されたっけ？んで、バフ貼って先動いてくれねえか。オッケーオッケー。今日もアリアから行きましょうか。アリアから行けばいいんだけど、来るよねー。あ、やべ、しくった。いや、今のはしくったわ、普通に。水風に見つけに行くべきだった。あ、出たねー。出たねー。終わったなー。まあなー。勝てるとは思ってないけどね、暴走はやっぱりちょっとうざいな。勝ちたいっていう時になんか暴走してくれたらいいんですけどね、自分の方が。いやー、クリも出さないしな。取れないし。ラグマって覚醒で抵抗上がったんだっけ？速度やったかな？何やったんやろ。はい、終わりました。お疲れ様です。なかなかえぐいな。暴走されてなくても勝ちたとか分かんなかったからね。別にいいんだけど。ここ行こっかな、ほんじゃ。ペルの早いんかな。いけんだろ。上は、上の方をベラーでにしよっかな。これでいいや。いやーもう、あれですね。わかると思うけど、もう思いっきし戦意喪失してます。 いや、1戦目からあんな動き方されたら誰だってなるっしょ。そんなならない方がおかしいよ。んで、ラキ落として、お、スタン、あ、暴走いいね。スタン取れるか、これで。あ、いいね。お、暴走すんじゃん。いいじゃん、いいじゃん。落ち着くか。回復して、縦割って、落下来るよね。ここで暴走されなかったら、ああまあ、一回ぐらいならいいや。スタン関係ないんだよね、水イフは。水イフっていうか、もう暴走のやつは、ね。
動くからな。オリビア自分に伝達して見つけられたらうまい。で、ここは剣を剥がしといて。スタン狙いに行くべきだよな、多分。スタンしなかったら降参しようかな。どっちみちこれ打っても粘りあるんで、スタンしなかったら速攻諦める。遅だよな。でもこっからなんかいけそうな気もしないこともないんだよな。ああ、暴走ね。こんな。いやーな、いや、勝てるけどさ、暴走され、いや、もういいや、なんかもう、いやー、ほんと腹が立つわ。あ、おかしいからな、マジで。まあ、強いところと当たったときは勝てないようになってんのかな。やっぱね、カタリーナとかで、その前いたギルドの人が言ってたんですけど、自分より上の人を行くやつなら、ある程度運に頼ってカタリーナ砲をぶっぱした方が確率高いんじゃないか、みたいな。まあ、その通りだと思いましたね。結構もう、なんつうの、真正面から言ったらボコボコにされるわ。割り込めるか。オッケーオッケー。で、どっちも暴走怖いんだよな。いや、一回これやって。やば。おぉ。すげえなー。いやー、でもこれなー。ベラジュ死んだら、めっちゃだるいんだけど。相手強えなー。あ、死ぬ。あっこでワンチャンミスついてたから、ベラジュにミス入ってたらいけたかもしんないなー。ミス入ったなあ。ああ、まあ繰り出すよな、そりゃ。暴走しねえかな、こっちも。はい、お疲れ様でーす。どこ行こっかな。まあ実際強いからな、このギルドは。どこも行きたくねえや。もう暴走されて負けるオチしか見えねえわ。すごいっすよね、なんか暴走のルーンって。防衛見た瞬間に6人中5人は絶対暴走だなっていうやついるもん。こういうやつとか。すごいよね、本当に。どんなモンスターにも適性あるって。あ、もう負けるの分かってるんなら左行こっかな、ほんじゃ。じゃあここ行こっかな。あー、ごめん、ちょっと待って。あー、今待ってや。あー、待って待って待って。待って待って。あ、いいよ、ほんじゃ。はい。どうしよっかな。
オリオンとかで運ゲーしよっかな。ベラジュ死んでるからな、縦割り防げねえんだよな。まあ、元から速度勝負とかで勝てる気もしないけどね。まあ必須でしょう。使う。で、何かな、あとは。これでいいのかな。もうわかんねえ。結局考えてやったところで負けっからな。いやー、ほんといける気しねえなー。どうしよっかな。もういけねえだろ、多分これ。いや、これで。石ついてんのか。時たら石いいな。となると、まあこっちだよな。ああ、つかねえのか。うわ、すげえな。まあ、抵抗高いよね。暴走しまくってこいつバック落とせねえかな。あ、終わりですね。終わりっすね。あとね、ザイロスをね、絶望にしたんですけど、いや、2番速度にしたら、火力が難しいんですよね。敵中もゴミだしね。だから今、この4番のところ、攻撃にして、クリダメ80下げてさ、もう、速度と攻撃とクリダメも一応100超えるっていう感じになるのかな？ 2 でもしようかなとも思ってるんですよね。どうなんかな？なんか、いい方法があったらっていうか、まあ、ルーンわかんないけど、いやー、ザイロスの厳選難しいっすよね。じゃあ、今回動画終わりたいと思います。